guys, you're watching Skuff TV. Today on Skuff, we find out about a unique new snow sports concept from Hokkaido, Japan. Coined Yuki Ita, 30 riders got the chance to hand make their own boards combining nature, surfing and snowboarding ideas. By the looks of it, they definitely had a good time riding their creations in the Japanese powder heaven. そうですね、雪板は本当に名前の通りなんですけど、本当に雪の上で木の板綺麗で乗って滑るっていう、本当に単純なシンプルで単純な遊びだと思ってて、本当に子供から大人まで同じちょっとしたフィールドで遊べるし、純粋にこう駆け抜けていくところ、本当にそのフィーリングを楽しむっていうか、そこが楽しいところですね。こだわったところはサイドウォール。わかんないですけどね、なんかエッジな感じでやってみようかなみたいな。僕多分一番最後に板選んだんですよね。残り物のやつの弁当を生かして。すごいかっこいい黒炭をゲットしたんで、これで楽しみたいと思います。やっぱりその自分で作って乗れるっていうのも、ね、そこから楽しめることがいいんじゃないかなと思ってて。雪板は、バランスをとってバインディングをつけずに雪の上を滑るような遊びです。バインディングない分地形の力を借りて滑るっていうのが大きいところですね。そのもう本当フリーな自由な感じがやっぱ一番いいところですね。いろんなスタイルもあるし、いろんな、まあ、板もそうだし、滑りもそうだし、すげえいろんなスタイルの人たちがいて、それを見れてすごい良かったと思います。それぞれの板、それぞれがこう交換して滑るっていうのが面白いし、なんだろうな、これは体験しないと分かんないかもしれないな。最高でした、全部が。純粋にものづくりも好きだし、滑るのも好きな両方のね、その要素をね、一気に楽しめるっていうね、そこが本当にいいとこなんじゃないかなと思うし、もういい大人がみんな目キラキラさせて子供になってるっすからね。みんな昨日のシェイプだって、もうね、飯もそこそこにすぐ削るのに行っちゃって、もう本当みんなハマってて最高に楽しいですね。